ルカン級潜水艦は、フランス海軍の潜水艦の艦級で、フランス海軍では一等潜水艦に類別していた、戦闘トン型とも言われる、本級の関係図。本級は、フランス本国の沿岸防御と植民地への通称保護のために、フランス海軍の1922年度海軍計画において600トンの二等潜水艦、シルセ級とともに、 1000トンの一等潜水艦六隻と1923年度計画で、追加で三隻の、計九隻の建造が承認、建造されたクラスである。九隻は1926年から1928年に、かけて竣工したが、建造から十年が経った。1937年から1938年に、かけて近代化改装後が行われ、 バラストタンクの一部を燃料タンクに改造して、航続距離を増大させたり、対空兵装が強化されたものもあった。艦隊の全部に55センチメートル、水中魚雷発射艦を、片弦2門ずつ、計4門を配置した。艦板上には、10センチメートル速射砲を、単装砲画で1機を配置した。司令塔は、楕円筒型でその後方の後部艦板の側面は、 スリット状になっており、後部甲板の下に旋回式の 55cm、連装魚雷発射管1機2門を配置していた。艦隊後部には、後部 55cm 水中魚雷発射管を、片弦1門ずつ、計2門を配置した。1930年代の近代化改装後には、水の抵抗を抑えるために、側面のスリットは廃止された。 シェルブール造船所にて1923年に、寄港、1924年7月19日に、浸水、1926年5月に収益。1942年12月8日に、ドイツ軍に露飾され、イタリア海軍に供与され、FR113 として収益後、1943年9月9日に、自震。 シェルブール造船所にて1923年に、寄港、1924年1月10日に、浸水、1926年8月に収益、1941年6月25日に、イギリス潜水艦、バシアンの攻撃を受け撃沈。シェルブール造船所にて1923年に、寄港、1925年11月11日に、浸水。 1928年2月に収益。1940年6月16日に激鎮。シェルブール造船所にて1923年に、気港、1925年9月5日に、浸水。1926年7月に収益。1940年6月に自由フランス海軍に、移籍、同年12月15日に、嫌いにより激鎮。 ブレスト造船所にて1923年に、寄港。1924年12月27日に、浸水。1927年9月に収益。1942年11月自由、フランス海軍に移籍、1946年除跡後、2月に解体処分。ドゥロン造船所にて1923年に、寄港。 1925年4月2日に浸水。1927年11月に収益。1942年12月8日に、ドイツ軍に露隔され、イタリア海軍に供与され、FR115 として収益後。1943年9月15日に、自沈、ドゥロン造戦所にて1924年に、寄港。1926年5月28日に、 浸水、百二十七年十二月に収益。九百四十二年十二月八日に、ドイツ軍に露覚され、イタリア海軍に供与され、f r 百十四として収益後、九百四十三年九月十五日に、自陳。シェルブル造船所にて九百二十四年に、起航。寄九百二十七年三月三日に浸水、同年十二月に収益。 1942年11月27日に、撃沈。ブレスト造船所にて1924年に、寄港。1926年3月16日に、浸水。1928年5月に収益。1942年12月8日に、ドイツ軍に露隔され喪失。ありがとうございます。